方がいいかな。もっともっと気になってもらうように、頑張ります。今さら帰れないよ。九州か。22歳になりました。私だ、なんでだ、たまにねこういうバグあるんですよ。あら嬉しい。さ、足山嬉しい。しかもなんかさ、振りの途中でめっちゃちょっと入れ込んじゃって、ちょ恥ずかしかった、ちょっと恥ずかしくなっちゃった。ありがとうございます。やば、あと15分じゃん。音楽に芝居と、おくまん、音楽に芝居、音楽と芝居いっぱいやる年に、もっともっと好きになれ、もっともらえるよう頑張ります。もっともっと好きに、芝居でいっぱいな年にしたい。もっともっと好きになって、ケーキもあるからさ、ちょっと私にするするぞ。カメラ傾いてる。そうだね、豆腐ビーツさんと、そう豆腐ビーツさんとお写真、最高な21歳の締めくくりイベントでしたね。クリエイターズ、クリエイターズ熱い番組、番組じゃない、熱いフェスライブがあって、キャッチャーがいらっしゃってめっちゃ好きなんよ。で今年はリップスライムさんとか豆腐ビーツさんがいらっしゃって、豆腐ビーツさんは中学生の頃からめっちゃ好きやって、すっごいね、もう最高でしたね。で終わった後にちょうどさんの中にスタッフさんがいらっしゃって、その方が連れてってくれましたね。それでお写真と、本当にね大好きなので頑張ろうってすごく思いました。明日もね、楽しみのお仕事。めちゃくちゃくと人脈広がる。2グラム。何のグラム数なんだろうか。ありがとうございます。ね、本当に。だから、なんだろうな。21
当におかげさまでお芝居もさ、福岡のお芝居出させていただいたりとか、これも転売と大正車ロマンっていうね、福岡のタレントさんたちと一緒にやるこれも転売と、あとショーマンシップ舞台出させてもらったりして、で音楽の面で言うと呉優輝さんと川崎隆也さんと一緒にカラーズっていうゼップ福岡のライブ、あとは HKT48 でも幕張メッセでもライブあったし、あと TNC さんの福岡に音楽番組を作りたいっていう番組でトリプル MC をねさせて、イラストレーターの大星慎太郎さんとで、1回目のゲストがね、家入レオさんとドブロックさんだったんですけど、劇的な1年でしたね、本当に。そうだから本当になんかファンとしても楽しませてもらえた1年でしたって書いてくれた人いるけど、本当にね充実しまくってましたよね。そう本当に最高な1年でした。でツアーでねチャレンジコーナーがあったりして、緑釈迦さんのメラと天病の歌とかいろいろ歌わせていただいたりしてね。そうツアーもねやってたね、ありました。今年めっちゃ楽しかったから、びっくりするほど楽しかったから、びっくりするほど楽しかったから、2歳の様で、私だったから、やばい私ね SNS やるのめっちゃ遅いんよ。おかげさまで、で最高な年でした。今年はイベントとかでたくさん会いに来れた気がする、嬉しい。そう今年本当にね躍動楽しい1年、なんて書いたらいいんだろう、やばい年末もなんか同じようなこと書きそうだけど、キヨシくん22歳になりました、おかげさまで最高、熱い1年でしたね。絵文字ってどれ、これか絵文字、このパッドで出てくるのめっちゃ字悪な、絵文字でし、熱い一年でしたね、握手握手、やばいあと7分じゃん、ちょっとケーキも食べたいんだけど、ちょっと待って、やばい、熱い一年でしたね。
暑すぎる1年でしたね。22歳、さらに やばいさらに充実した年になりますように、ハートハートの絵文字ありすぎ、ハートするぞくまん、どうした、おいで、おいで、やばい、ケーキ出してくまちゃんも興奮してますと。あ、すごくぐるぐるいってる。おいでおいで、おいで、おいで、あの、全然来ないのよあと5分だよって教えてくるね。九州が22歳になりました。暑すぎる1年でしたね。あ、おいでおいで、はい、来た、はい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 、ちょっと待ってね、今売ってるからちょっと待ってね、くまちゃん、くまちゃん、あ、ペロペロ、くまちゃん、くまちゃん、ツイートするからちょっと打たせてね。あー違う、ペロペロじゃないのよ、ペロペロじゃないのちょっとやばいやばいやばい、ちょっと待って、あ、やばいやばいやばい、あと4分あと4分、ちょっと待って、あ、くまちゃん違う、ちょっと落ち着いて、くまちゃん、一旦落ち着いてみよう、ね、くまちゃん、22歳充実した年に、すごく MacBook をペロペロしてるに、音楽芝居でいっぱいな年になりますように、ハート、よし、これでいいでしょう。4、もっともっと好きになります。これでいいでしょう。キラキラ、あと2分だって。え、待って、これちょっと待って、ちょっと待って、よし、コメント来た、あと1分ですって、ヤバタミなんですけど、嬉しい。21歳は本当に充実した1年でした。
芝居に歌に、だからめっちゃ楽しかったからこそ、好きなこといっぱいしてさ、めっちゃ楽しかったからこそ22歳の1年はそれを超えていきたいですね。もっともっと駆け上がっていきたいと思います。やばい、もうすぐじゃない、もうすぐ22歳なんじゃない、楽しみ。21歳のゆかちゃん、ありがとう。こちらこそありがとうございます。ドキドキドキ、もうすぐ22歳だ。キャー、お誕生日おめでとう、イエーイ。あ、嬉しい、めっちゃ LINE 来てる、丈夫に。わあ、かわいいケーキだ、ありがとうございます。お誕生日おめで、あ、かわいい、ありがとう。あ、ツイートしよう、ツイートツイートツイートする、よし。ツイート完了、やったやった、22歳になりました。あ、嬉しい、リコちゃんからも、ハルタンからも、あ、すごい、めっちゃタワー来てる、ありがとうございます。ケーキもいっぱいだ、ありがとう。生日快乐、あ、シシー、ありがとう。我22岁了、イエイイエイ、22歳になりました、ハッピーバースデー、ありがとう。にゃー、嬉しすぎる。あ、田辺さんがツイートしてくれてる、イラスト、え、めっちゃかわいい、ありがとうございます。めちゃめちゃかわいい、パチ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 、めっちゃ嬉しいね、本当に誕生日って素敵、やったー、ツイートしました。みんなからのおめでとう、あ、嬉しい、友達からめっちゃ LINE 来てる、優しいね本当に、みんな、ゆかちゃん大きくなったなって、ねえ、かわいい、このすごい、本当にありがとうございます。めっちゃ嬉しい、ありがとう。ご働き店長ミラさん、ありがとう。レイニアさん、サンガさん、ナリカちゃん、ワカちゃん、ヤマポ、優しいね、みんな誕生日ギフトも、ミシケン、そうそう、ハラペコさん、ありがとう。テロップ変えるか、22歳になりました、になりました、22歳ですって。ケーキ食べちゃおうと、わ、嬉しい、リップ読むね、ゆっくり、今度、今度旅行の後、この後ゆっくり読むね、嬉しい。もうなんか最高なんだけど、本当にもうね、なんかマジで最近楽しくて、21歳の年が一番楽しかったんじゃないかっていうぐらい楽しくて、なんかやっぱさ、いろんな、なんだろう、楽しいことばっかの人生ではなかったかもしれないけど、今年が本当にね、好きなことをいっぱいさせてもらって、自分の好きなことも明確に決まってきたしさ、お芝居と歌がねすごい好きなので、なんか今までの積み重ねがさ、活かせたりしたこともあったし、例えば別府福岡でさ弾き語りさせてもらったりとか、オリジナル曲作って、そう、あ、お芋ちゃんからも LINE 来た、リコピ、リコピがもしかしたらメンバーでリコピが一番早かったかも、リコピとハルタンからもメンション来てたの、多分グループ LINE でさ、あの、ハルタン送ってくれたんだと思う、
おいもちゃんからも今来てた。嬉しい。あの小さい子が22歳、感慨深い。ちょっとケーキ取ってきていい？ケーキ食べようかな。ちょっと上目を写しとくね、一応。よいしょ、くまちゃん、これは私のケーキです。くまちゃん、なんかさ、今年になってさ、なんか住む実家を離れてみたりしてさ、やっぱなんか環境をちょっと変えてみようかなって思ったりもして、実家を離れたりとかさ、まあ、変化もあったんですけど。あ、くまちゃん、ダメです、それは私のケーキです。まあ、入ってないんだけど、この袋には。くまちゃん、くまちゃん、おいで。くまちゃん、ちょっとケーキ食べたいな。いい子にしててね、くまちゃん。尻尾振りして。かわいいね、くまちゃん。お皿どうしよっかな。お皿むずいな、ケーキって。四角いやつ。くまちゃん。ちょっと待って、え、これさ、映ってなさすぎてバンされたりすんよね、別に。ちょっとケーキ切ってきていい？切ってください。よいしょ、くまちゃん、これは私のケーキ。ダメよ、あなた、ダメよ。くまちゃん帰ってきました。クマが狙ってます。じゃん、ちょっとめちゃめちゃ倒しちゃったけど、チョコレートケーキをいただきます。クマちゃんがあっちにいる隙に食べます。チョコレートケーキ、チョコレートケーキ最高ですね。ちょっとこの時間ですが、誕生日なんで、あ、乾杯する？もうノールックであげてます。ちょっとくまちゃん、ちょっと飲み物取ってきていい？くまちゃん、くまちゃん、くまちゃん、食べたいじゃないのよ、くまちゃん。あ、すごくついてきてるね、くまちゃん。食べたいなじゃないのよ。あ、くまちゃん、じゃあ乾杯しますか。私のケーキやけん、ダメよ、チョコは。チョコはあなたはダメなの。じゃあ乾杯したいと思います。グラスを右手に、皆さん乾杯しましょう。じゃあ準備できましたか？
21歳、素敵な1年になりました。おかげさまで。22歳ももっともっと楽しい1年にしましょう。一緒に楽しい思い出いっぱい作りましょう。乾杯。へー、しみる。乾杯。美味しいです、皆さんと一緒に飲む。これ水なんですけどね。大五郎じゃない、大五郎が何かもちょっとよく分かってないけど、お酒ですかね。お酒に見えるって。くー、こんな感じじゃない、お酒飲む人も。全然あの全然水。水だったのかって。じゃあいただきたいと思います。Happy birthday to you.Happy birthday to you. Happy birthday dear ゆかちゃん。Happy birthday to you. おめでとう。なんかあの令和って感じですね。このなんか自分で言って自分で食べる感じね。いただきます。おいしい。午前零時を過ぎたら、これチョコプレート好き。うん、おいしい。ろうそく消しはしないの、ろうそくという概念。あとで合成してください、ろうそくを。美味しい。タワーがロウソクっぽくなった。確かに。ありがとうございます。切り分けて持ってくるのはゆかちゃんらしいって書いてあった。そう、ワンちゃんがねちょっと食べちゃって怖いんで、自分が食べる分だけ。うん、美味しい。めっちゃミラーボール回ってる。ありがとう。支店長が1位、ありがとうございます。めっちゃ美味しいんですけど。ケーキってさ幸せだよね。うん、美味しい。延長配信って何分までなのかな、何分までなんだろう。美味しいんですけど、食べる？何ケーキ？チョコレート。まだあると？まだある。ちょっと倒れちゃったじゃん、さっき歩いた時。今配信してる？うん。
クマが食べたら死ぬや死んじゃうやつ、ね、チョコレート。そんなさ画面からおらんくなるとはフリーダムやろめっちゃやばい、チョコ、すごい、いけるこんぐらい、ちょっと食べれるかいな、ね、食べれんかったら食べるわ。一旦ハーフにする。あ、あなたのケーキじゃないです、くまちゃん。え、これ後ろ映ったらん？うん。くまカメラ。いいでしょ、こら。かわいい。くま配信。え、待って、私これ片側取ったのにさ、バレちゃう。食べられとった、さっきことした。はい、なんかコメントめっちゃ逃してる気がする。リコちゃんがさっきいたみたいなコメントと、鍋さんがいたみたいな。え、これ横向きになっとうよね。あ、そうそうそう。なんならそのままもう。あ、ダメ。食べれんやったらそのまま行ける人？うん。入れちゃうわ全部。後ろは黒板ってコメント来た。すりガラス？こっちにも黒板。美味しいです、チョコレートケーキ。同居人は映れるんですかって。映らん方がいいじゃないと。でもしそれって分からん。これバンされたらめっちゃおもろくない？どうなんだろう。え、どうなんやろうか分からん。映ってみて。いや、バンされたらちょっとその時はごめんね。同居人です。じゃあ見てみよう。ちょっと一応じゃあランキング読んどくね。バン対策で。13位青、12位エイキチ、11位ハラペコ、10位ノーノーノー、9位みかん丼19杯のササ丼、8位ノブ、7位ノリカ、6位レイニア、5位ヤマポ、4位サンガ、ベスト3が3位が下川ミラン、2位がワカ、1位がコハタロシ店長。ありがとうございます。いい？あ、同居人です。ケーキ食べます。今からこんな感じでいつも配信しとる。おいしい。食べよう。マジ無限に食べれる。クマが狙っとる。私見える？こうしとった。あはは、すりガラス越しの同居人。22のポーズしてほしい。
ッチで食べるん？うん、こっちで食べてます。旅館に座るの？ん？ああね、え、ナッツ入っと。そうなの、美味しい。どっちから住もうって言ったんですかって。私が住んでいいよって言ったかな。そうね、私もちょうど一人暮らしの物件めちゃめちゃ探してて、でちょうどしのがなんか住んでいいよって言われて、あ、じゃあ住むわって言って住み始めました。バリ急に決まったよね。そう、なんならもうね、鍵あるよって言われたんで、じゃあ荷物持ってくわって言ってすぐ住み始めましたね。なんか人生経験としてさ、友達とシェアハウスするっていう経験はなかなかねできないと思うので、そういう、なんだろうな、なんか作るクリエイトするときとかにいいですよね。なんかそのなんだろう、いろんな経験をねやっぱしてみたいなって思いました。あきちゃんにめっちゃ居候って言われる。だから洗濯と掃除と料理を今ね勉強中ですね、とっても。そうだからね、なんだろう、本当にね一人暮らしをしようとしてたタイミングだったから、いきなり一人暮らしするより安心だね。確かにそうだね、本当に。私も友達とシェアしてた。へえ。そうだから、この前ね、初めて人生で初めて洗濯機を回したんですだからね、逆に何だろう、今まで全く何もやったことなくて、めっちゃ実家暮らしで親にめっちゃ甘えてたので、自立したいなっていうのはずっと思ってて、あと10年経ったから、デビューから10年経ったから環境をちょっと変えてみようというか、といろんなね理由があって、片付けはできるようになった。ちょっとまだ荷物がさ入れきれてないけど、でもあのワンちゃんがいるから、なんかゴミをポイってしとくとかは全くなくなりましたね。そうそう、全部上にね上げとかないかんし、メンバーでもまだね来てないんですよ、うちに。はるたんは泊まり来たけどね、この前。あとたまに実家帰ったりもしますね。でもありがたみがわかるよね。そうで、昨日はね実家に帰っとったかな。で、誕生日プレゼントをねもらいました。そうねえ、シノもあるわ。え、言ったやん。マジ覗いていい？覗いてもいいけど、映せんけど大丈夫なんか映せんって言うとなんか逆になんかやばいものみたいな。食べれん？あ、どう、じゃあ食べます。見とっていい？うん、すくまに注意しながら。え、ありがとうマジでありがとう。うわ、最高じゃん。開けます。それはちょっと映せないんですけども開けたいと思います。ありがとう、めっちゃ嬉しい。あと今日友達にも会ったんやけど、あ、やばい、くまちゃんダメよ、あんた。どこ行ったっけ、あっち見たか。何、髪パサパサすぎてヘアオイルもらった話から。ありがたいです
ヘアオイルはね、もうパサパサなんで本当に。だいぶ失礼じゃない？髪ファサファサなのでちょっとこれで保湿してねっていうことでヘアオイルをねお持ちからもらいまして、同居人からプレゼントもらいました。嬉しい。こうちゃん、うわかわいい。なにこれ、私のとお揃い。マジ命やけど。こうちゃん、かわいい。みんななんか何をもらったのかっていう推測をしてる。クマ、おいで。ブラッシングしよっか。あ、シャーペン取ってくれ。オッケー。あ、すごい。クマちゃんおいで。ミクリン系ですかって。ミクリン人にあげすぎてミクリン系って言われた。すごいねここ。すごいね、なんか初めて見たこのスタイル。そう。うん。私が飲みたことないっけ。なえすみでも。買ってね。すごい。ありがとうございます。うん、これからもよろしくな。よろしくです。お風呂ためよう。うわー、すごいね、なんかいただきましたありがたい、本当に。サンプルを同居人からいただきました。なんか女子トークやね、こんな感じですよ本当に。同居シェアハウス可愛い可愛いタンプレをいただきました同居人とお揃いなんですねってコメント嬉しい。ありがたいですね。ハハハハ、夢がスクランブルジェントねえ、かわいい。なんか初めてのカラーだった。あ、ほんと？うん、嬉しい。いや、なんかもあった色がさ、私が持ってない色がさ、うん、秋吉が持ってそうな色ばっかりだったからさ、それの色にしたの。ナフェさんからミラーボール来たって、え、全然見つけらんないけど。コメントしてくださってるのかな。ええー、2個ミラーボール来てた。あ、のりかちゃんもありがとう。小畑太郎さん、ありがとうございます。おいしい。おいしいです。明日のお仕事も頑張れそう。誕生日おめでとうございます
プレゼントめっちゃ気になっとう人おるよ。私たちは同じものをプレゼントできますか？アキネーターみたいな。はい、いいえ、どちらでもないみたいな。懐かしいそれ。明日早くない？ちょい早ですね。ちょい早だけど、ちょっとショールームしたくてさ、みんなとお話ししたくて。私生まれてからずっとね、有線イヤホンをねずっと使っとったと。で、誕生日プレゼント。教師の靴下がこんなが。靴下。今日履いとる靴下も食べられとったもん。朝じゃない。ごめんね、話の途中で。でさ、有線イヤホンずっと使っとって毎回さ絡まっとるって言われとったんよ。でもついに親がね、親に誕生日プレゼント何がいいって言われたので、ちょっと親に甘えてね。くまちゃん、くまちゃん、くまちゃん、くまちゃん。なんかふわふわしてない？あなた、くまちゃん、なんかふわふわしてない？うん、よし。そう、親にね、何がいいって言われたので、ワイヤレスイヤホンをねお願いして、ついに22歳ワイヤレスイヤホンデビューを果たしました。うん、モリさんも来た。だって、どこだ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 。コメントしてくださってるのかな。どこだ。待って、やばい。あ、すごい、公式マークついてる。モーリスノブさん、お誕生日おめでとう。ありがとうございます。モーリさん、公式マークついてるんだ。お久しぶりです。めっちゃ嬉しい。モーリさん毎年クマ暴れてるけど、白の豚パンツ。毎年モーリさんはツイッターでお誕生日おめでとうっていうツイートとともに、エレタンと私が女芸人ザ・ W っていうショーレースに出た時の写真を添えて、お誕生日おめでとうってツイートをいつもしてくださいます。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。モーリさん、ありがとうございます。あー、くまちゃん。今日なんかあれ、これは激推しのやろ。くまちゃん大興奮。くまちゃん、モーリさん誕生日公式マークやけんかな。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。
そうそうなんですよ、 HKT ビンゴで毛利さんとご一緒させていただいて、レザー W っていうショーレースに出ようっていう企画があって、私はエレタンと一緒にカルビドンっていうコンビを組んで、なんか無茶ぶりがあったんですよ、その即興でコントしてくださいっていう無茶ぶりがあって、誰行く誰行くみたいな言ってた時に、篠だけなんか帰った帰った人と今同居してます。はい、篠と同居してます。そうなんです、2週間前ぐらいから元メンバーのしのっちと同居してて、何回も秋吉の作詞したことあるけど、あもう下行っちゃったらもうおかえりもりさんねえ、またご一緒させていただけるように頑張ります。ぜひよろしくお願いします。ありがとう。これ秋吉かな、ストッキング、あーそうだ履きましたね、ありがとう。ゆかちゃんビビちゃんとやってる、ね、そっか、アドさんも今日誕生日なんだって、あと木村カエラさんと、渡辺九州のゴリケンさんも一緒の誕生日です。あ、くまちゃん、見てほらすごいね楽しみすぎるねそれは。あ、ゆかちゃんの I will follow him また聞きたいな、あれは素晴らしかったよ。 I will follow、 あ、嬉しい、オブリガードやったやつだ。Oh yeah I will follow you yeah、YouTube にね上がってますね、歌の大会でファイナリストになった時に歌いましたね、みんなで洋楽。366日も最高だった、ありがとうございます。 Twitter にね上げたんだけど、 YouTube で歌ってみた動画を HKT とやってて、それでね上げた366日、今日公開されてた、21歳最後の歌声です。てか次さ大会があったら何歌おうかなとか思いつつあんたは偉い、ありがとう井上直哉さん、ありがとうございます。後で見ます。あ、見て、ぜひぜひ。そうだから、お芝居もしたいんですよ本当に。福岡でね1月のこれも転売で、その後大正車ロマンって福岡の劇団のショーマンシップさんの音楽劇に出させてもらって、でその後これも転売2に出させてもらって、そうお芝居やっぱ表現するのが好きだから、そうなんだろう、お芝居したいですね。そうなんです、毛利さんがぜひ劇団とか立ち上げる予定がもしあればオーディション受けたいです。 Happy birthday to you, wish you all the best、 ありがとう、 Thank you、 ありがとうございます。やる気に満ち溢れてきていると、そうですね、そうなので、音楽に関しては ZEP 福岡でクレイユウキさん、キモグレンのクレイユウキさんと魔法の絨毯の川崎隆也さんと一緒に対バンみたいな感じでライブさせてもらったんですけど、そうそこでさ、そのオリジナル曲をね歌っていいよって言ってくださって、そう作ったりしたんで、なんだろうな、22歳はHKT のツアーもやったし、まあ、仮メッセもこの前やったから、22歳はね、なんだろう、ここで
ここで満足はねしてないので、もっともっと駆け上がっていけるように頑張りたいなと思います。あとは TMC さんで福岡に音楽番組を作りたいという番組を BiSH のサウンドプロデューサーの松隈健太さんと小保慎太郎さんとトリプル MC でねさせてもらったので、それもまたあったらいいなって思うし、そう頑張ります。ありがとう。もう12時39分か。ね、22歳の明慶もよろしくお願いします。頑張って、ありがとう。そう、21歳本当にね楽しかったですね。めっちゃ充実してた。本当に楽しいこといっぱいしたいですね。とにかくこれからのゆかちゃんの活躍本当に楽しみ、嬉しい。そう、一昨日、昨日ですよね。昨日は福岡市役所前でイベントやったんだけど、リップスライムさんと豆腐ビートさんもいらっしゃって、最高のね21歳の締めくくりでした。もっともっと応援したい、ありがとう。ぜひ生誕祭はね多分11月半ばぐらいだと予想してる。そう、10月はもうね公演が多分できないんじゃないかしら。明日ね楽しみなお仕事なので、ちょっと気合い入れて頑張ります。僕だけの白日のダブルセンター最高でした、ありがとうね。めっちゃ歌いましたね。もっともっとスキルをつけてさ、群を抜いていきたいですね。22歳の初めも毛利さんが直々にお祝いしに来てくれたねえ、嬉しいですね本当に、ありがとうございます。誕生日おめでとう、ありがとう。コンサートでいつもうちは見つけてレスくれてありがとうございます。私めっちゃ客席見るんよ。この市役所の時にさ、なんか舞台で一緒だった方が見に来てくれてて、それも見つけたし、あとファンの方がどこにうちはあるかとかはめっちゃね見るから、そう、これで書くん？うん、へー、うん、最近買ったばっかり。後ろの方でも見えてるね、見えてるし、ペンライトが一番ね幕張メッセとかだとオレンジと黄緑みかん色を振ってくれた方はめっちゃ見えたし、で内輪も見えるし、そう見つけれますね、すぐ嬉しいな。じゃあもうちょっとしたら終わろうかな。またちょっと日を改めてね、今の時間帯ギターやったらやばいよねまた改めてしようかな、日を改めて昼とかにね。あんまうるさくないな。だ前さ、うん、一回やっとったやんか。はいはい、その時別にうるさいと思わなかったけどな。じゃあちょっと指弾きしよう。小声で一曲歌って終わろうと思います。ゆうちゃん、トーフビーツさんの曲聴くの？そうだよ、中学生の頃からトーフビーツさんめっちゃ好きでさ。小声ギター弾きたいと思います。アルペジオぐらいだったら大丈夫かな。
ゃあバラードをね歌いたいと思います。バラード系だったらちょっとギリいけるかなという。なんか冬場にね、もう去年一昨年冬場に作った曲があって、それを歌って終わろうと思ってます。やばい、あ私の荷物が積み上げられた荷物。ちょっと MacBook を開きます。なんか人とのさ出会いと別れがやっぱねいっぱいあるんで、そういうのを思いながら、友達とかもさ、友達とかも引っ越したりとかさ、先にどうぞ。たいと思います。そうカメラ壊れとるじゃん。足をペロペロされてる。では歌いたいと思います。カランコエっていう楽曲で、ツイッターの多分ねモーメントかなんかにまとめてると思うんですけど、歌いたいと思います。寒くなってきた、こんな日は
君との写真を眺めてみる。あの日繋いだ手に未来を感じたんだ。中華でカランコエでした。22歳、よろしくお願いいたします。これからもね、いろんな経験を踏みまして、いろんな活動を通して曲作ったりとかお芝居したりして表現できる1年にします。応援よろしくお願いしますね。みんなと一緒に楽しい思い出作りたいから、やっぱさ、一人でさ好きなことしたいわけじゃなくて、みんなと一緒にね楽しいことしていきたいのよ。だからそう、歌とかはね自分で発信できるからさ、発信していきたいなと思うし、お芝居の仕事もできるように頑張っていきたいと思います。ではスクショタイムでもしようかしら。こんな感じ？イエイ！一花江22歳へ、加油！あー、谢谢！頑張ります。今年也一起加油吧。ありがとうございました。ではランキングを読みます。13位、読みますね。13位、腹ペコ。12位が、あ、違った。13位が感傷。12位が腹ペコ。11位がみかん丼19杯のささ丼。10位が栄吉。9位がのぶ。8位が栄治。7位が
レイニア、6位がノリカ、5位がヤマポ、4位がサンガ。皆さんありがとうございます。そしてベスト3が、3位が下川ミラ、ありがとう。2位がワカ、ありがとう。 UFO マークで選択曲の UFO 募集中から取った絵文字ですね、ありがとうございます。そして1位がコハタロ支店長、ありがとうございます。コハタロ支店長は舞台をね通して私のことをね知ってくださったみたいです。あら、推しにしてもいいですか。だって21歳の年めちゃくちゃ楽しかったから、今年から推してもらってめちゃくちゃ楽しい思い出いっぱい作りましょう一緒に。ではありがとうございました。22歳の秋吉優香ももっともっと好きになってもらえるように頑張ります。ツイッターにさ、おめでとうリップ送っとってね、見ますから。ではありがとうございました。バイバーイ、おやすみなさーい、バイバーイ、これからもよろしくねー、おやすみなさーい。